高橋健介です。なんかさ、最悪やで、ね、ドンってやった後に俺とゆうたろの顔にパンってちゃんと被るんですよ。どうですか、はい、何すぐもうあの指令が早ない、指令が早いさ。今回は番組のタイトルを3人に考えてもらおうと思います。まずは鳥越くん、後ろに置いてある箱を取ってください。俺もなんか取る係になってるで。鳥越だからね。もう箱というか、次にそれをサンタシールを上にして開いて中身を出してください。サンタシールを上にして開いて、何これ。ああ、いやこれもう始まってるで。なんかすごいすごい、待って、ちょっと何これ何これ何これ、早くメッセージ読めや。今メッセージ受信中なんだよ。早く早く。こちら5分が測れる砂時計です。いやもうもうもう、なんで、あと4分とかじゃん。この砂が全部落ちるまで3人で話し合って番組のタイトルを決めてください。なお、もし決まらなかった場合はこちらになります。何、3メンズルーム覗いちゃいや、ダサい、無理、やばいでこれ、絶対これやばくないですよ。しかもこのあのよくあるパソコンのテロップの使い方みたいな。しかもちょっとね、カラーやっちゃって頑張っちゃった感じ。カリー頑張って作りました。これだから5分以内に決まんないと3メンズ絶対に嫌だ。なんか決めよう。何だ、え、なんだろう、え、ちょっと待って、え、その超待ってるのこれ気持ち悪い。でもさ、よくありがちなのはさ、こう、ゆうたろうとけんすけと鳥越ゆうきでゆうだから、あんまり、なんか Y と Y と K のなんかみたいな。いや、ただのチャックやんけ、まあ、平成最後となりますけども、あ、そうだね、そういうことにもかけてもええんかなとか思いながらやで。平成最後の架け橋。ダッセードラマみたいな。ダッセーな。でも俺はもうこの番組は旅番組にしたいなって思って。おー、ロケ来た、ロケ来たね。ずっとこんな窮屈なの。そう、やばい。窮屈言っちゃう。やっぱ外に出てきたい。やばい、あと半分くらい行ってて。やばいやばいやばい。なんやろ、羽ばたけ未来。もうなんかね、昭和なんですよ。やばいってそれ。なんかこの3人のなんかゆるさの番組名とかつけたら思うやろな。そうだね。なんかゆるや、絶対ゆる、これは。今もゆるいもん。だってただソファーに座って喋ってるだけやで、ほんとなんもないよ。てかなんもないよ、マジでなんもない。だからこっから彩りをつけていくみたいな。そうだね、あー、そうだね、だからなんかカッコ借りとかにしとく、なんかこう、あー、そういうこと、未来のスターカッコ借りみたいな、それなんかまだまだあなたたちの、そうだ、あなたたちの手によって育てられる、育てられるみたいな。あー、そうだね、そうだ、やばいぞ。え、待って待って、あ、座ってきてるぞ。まだまだ平成引きずるよ。年号に行くけど、次の年号行くけど、あ、俺たちは、うん、俺たち平成。達成。達成。あのさ、鶴瓶さんがよく番組やってるやん、鶴瓶に乾杯みたいな。うん、ああ。そうだね。名前入れていくだけね。そうですね。いつかはなんか3人でお酒を飲む。そうだね。でもだってこの子カルガミルクしか飲まないから。いや、もうそういう話いらない。やばい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 。ない。もう今あるのはもう平成の駆け足しかないと。平成仲良し遊び場、遊び場、遊び場、やばいやばい、待って待って、やばいやばい、平成の駆け足かっこかりちゃんと、違う違う、ダメダメダメ、えっと待って、ちょっと待って、平成の駆け足かっこかり、止めて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 、いや無理じゃん、ちょっと待って待って、平成、平成、まだまだ平成終わらないかっこかり、平成3人、平成トリオ、終わった、平成トリオ、平成トリオ過去借り、はい、どれが良かったかって1人ずつ案を出して、僕たちの遊び場、平成トリオ過去借り、僕たちの遊び場、平成の架け橋、いや、いや、僕もついて、せーの、僕たちの遊び場、じゃじゃん、平成の架け橋、子供番組なのかな、これ子供番組感ちょっと出ちゃった。ええんちゃう、まあいいかな、思うけどな、この緩い感じが。さて、次回の僕たちの遊び場は、黄色いよね、黄色いよね、あ、鳥、ああ、自分出してきた、高評価、コメント、たくさんよろしくお願いします。じゃあ、また動画で会いましょう。バイバーイ。